はい、どうも、のりまるです。今日は2018年1月の31日、月末ですね。水曜日になります。今、時刻は20時10分を、10分になりました。今日もね、チャートを見ながら、あれこれとお伝えできればいいかなと思います。はい、こちらドル円。4時間足ですね。はい。日足から見ましょうか。はい。ドル円の日足です。何本かね、線を引っ張ってありますけれども、今、直近の安値付近の動きなんですよね。で、ここまで、1月、年明けから始まったこの、強い売り、一回こう、戻してますけれども、戻り売りが入って、ドンと。概ね目標付近までこう、達成してきた、値動きなんですよね。で、その後の動きが、こう、上下にこう、髭を出しているローソク足っていうのが、見て取れて、徐々にね、こう、ボラが小さくなってきてる。値幅が小さくなってきてるっていうのが、日足レベルでも、見て取れるかなと。今の最安値が、108.282っていうところなんですけども、このあたりがね、今の一回、ここまで強く売られてきた流れの、終着になってるのかなという、そういった動きですよね。で、ここを4時間足で見てみます。はい、4時間足レベルでもね、ややこう乱高下しだしているチャートで、そこからこうボラが少なくなってきて、今まさにね、三角持ち合いの様相ですよね。で、もちろんね、今ここから売られてきた流れが、一旦小休止したっていう、単純なテクニカルっていうところもありますし、日足の目標を達成したっていうところですね。で、それプラス、今これ月末っていうところ、月が変わってきて、さらにこう、明後日ですね、週末金曜日になってくると、雇用統計、月の頭の雇用統計というところで、大きい変動、みんながね、注目してる、イベントですよね。っていうのが控えてるってことだったり、あとプラス、明晩ですね、2月の1日の明け方に、FOMC、アメリカの連邦、準備、議事録だっけ。アメリカの銀行ですよね。中央銀行の FRB の、会合、議事録が発表されるというところと、イエレン議長の会見があるんですよね。で、イエレン議長、任期4年だったかな。それが終了して、今度新しい議長に変わるというところで、またそういった背景もあり、こういう持ち合いになりつつあるのかなという、そういったチャートですよね。ここを60分、1時間して見てみると、こんな感じで。今週が始まったのがここなんですけれども、ある程度ね、戻り売りが入りそうな場面、戻ってきてからの売り、こういったところまでは 狙える可能性はあるんですけども、この先ですね、昨日頃からはもう完全に動きをなくしてきて、そういった、イベントですね。ファンダメンタルズの動き出しを待ってるようなチャートになってきてるのかなと。持ち合いになってきてるのかなという、そういった、動きだと思います。で、直近に迫った、明朝の FOMC ですね。そういったところで、こういうね、持ち合いを、どっちかにね、抜けてくる可能性というのが、想定される一つのシナリオで、さらにもう一つ言えることとすれば、このままね、週末金曜日まで、雇用統計までもつれ込んで、その先にこうどちらかに動き出した。そういったところまで、見ていけるんじゃないのかなといったところだと思います。で、プラスして言うと、ダウ平均株価。あと、日経平均株価ですね。これが、昨年中、ずっとこう上昇し続けてきたんだけども、先日、先々日と、強くね、売られてきて、こう、陰線で終わった、っていうその背景もあるんですよね。アメリカダウ平均株価にか、関して言えば、こう、10年間にわたってね、相当な、上げ幅をしてきてるっていう、そういう背景があって、もちろん史上最高値っていうのを、更新し続けてきて、いつこの、修正局面、バブル崩壊が起こってもおかしくないような局面で、そこでこう、強く売られてきたっていう、そんな背景があるんですよね。例えば、こんだけ強く売られてくると、
まあ一回トンと強く売られても一回どっかでまあ戻しをするんだけども、まあ本格的に売られるとすると、まあその先ですよね。それが、まあこの、まあ高等圏になるのか、まあもっと先にずれ込むのか、まあそれはわからないですけども、おそらく近い未来にね、大きい売り、まあかなり巨大な売りにつながる可能性は極めて高いので、そういったものも踏まえながら、ドル円のチャートっていうのも、まあ、見ていきたいかなというふうに思います。まあ、仮に、まあ仮定の話ですけども、ダウ平均株価の、まあ、暴落が起こったとすると、まあ、これドル円っていうのは、まあ、かなり強烈な下落を見せてくるんですよね。まあ、そうなってくると、まあ、このね、60.8%っていうのも、まあ、下抜けてきて、100円っていう水準が、見えてくるのかなと。まあ、トランプ大統領就任で作ったね、このトランプラリーで作ったものが、そのアメリカの平均株価が落ち込むっていうきっかけがあると、まあ、無理返すというかね、まあ、ここを、打ち消すようなこの売りにつながる可能性はまあ高いのかなと。まあ、これ年末からずっと言ってることですけどね。まあ、実際のことはいつ起こってもおかしくないような、まあ、チャートの形もしてますし、今ファンダメンタル要素的にも、まあ、そういう背景が色濃くなってきてると。そういったものを踏まえながらね、まあ、今のチャートを見ていけたらいいかなというふうには思います。で、今このチャートなんですけども、まあ、かなり強く売られてきてるんでね、仮に、まあ、重要指標等で上昇を見せたとしても、まあ、ここの高値ですね。ひとまずここの高値。109.75かな。109.75。こういったところからは、まあ、売られやすい形かなと。まあ、指標でね、ズンと、まあ、上下に触れることはあるんですけども、まあ、こういったところの、まあ、半値ないし60.8%。これ110円ですね。110円。まあ、上げてきたとしても、今は、やはりこれ110円を回復してくるのは、まあ、かなり厳しい流れになってきてるのかなと。いったところで、この流れがね、4時間足、日足レベルで戻ってきたとしても、110円ラインからは、この強く戻り売りを、まあ、狙っていきたい、そんな場面かなと。いったところでね、まあ、今後にある、まあ、明晩の FOMC ないし、雇用統計というところに、まあ、備えていきたいかなといったところだと思います。そこまでね、ちょっと今の現状のドル円は、まあ、攻め手にかける。まあ、値幅もないですし、持ち合いになってますし、まあ、動きもないと。なので、まあ、これはまあ、傍観になるのかなというところだと思います。はい。軽くね、他の通貨ペアも触れておこうと思うんですけども、こちら、ポンド円ですね。ポンド円。よいしょ。冷やし。ポンド円の冷やしのチャートは、まあ、切り板、この152円ですよね。で、ドーンといって、これずっとね、まあ、週足レベルでこう、ずっと、じわ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 上がってるチャートで、まあ、この流れっていうのは、まあ、今現状変わってないですよね。なので、まあ、下がってきたところで、まあ、買いたいと。まあ、下がってきたところで買いたいというところで、今現状はね、この押し目買いが入っていってるところなので、まあ、そこをまあ狙っていくような形になれば、まあ、やっていきたいですけども、まあ、ちょっと今ではね、まあ、この153.5とかっていうところで、この会話、まあ、狙えそうですけどね。まあ、はっきりと、まあ、日足、等のね、まあ、長期足レベルで、まあ、こういう、まあ、押し目を確認して、まあ、狙えるところは狙っていきたいなというふうに思ってます。まあ、ポンドにね、上手い人はね、果敢に攻めていったりするんですけども、自分は、まあ、そこまで、まあ、得意ではないので、まあ、長期足レベルのラインが接近してきた際には、まあ、狙っていこうかなというふうには思います。あと、まあ、これ、ユーロドルですね。
もう日足、目標がちょっと見えなくてね、まあ、ずんずんずん登ってるチャートですけども、週足、月足にしましょうか、月足。はい。今現状、この月足チャートで見ると、この安値からの、まあ、いよいよ61.8%っていうラインなんですけども、重要ラインをもうすでに突破してるんですよね。1.22。まあ、1.20っていうところが、まあ、最初の、まあ、重要ラインだと思うんですけど、まあ、1.22。このあたりですね。過去にこう、何度かね、サポートされた位置を、今現状こう、超えてきてる。月足レベルで、まあ、強い要線が立ってね、超えてきてるっていうところを見ると、このチャートはもうすでにね、こういった高値を目指して、動いていってるのかなと。このあたりを底値圏として、底値から放たれて、直近高値。1.399.40っていうところですね。まあ、かなり目標は遠いですけども、まあ、未来的に、将来的に、まあ、こういったところを目指していく動きにはなりそうかなというところですね。だこれもね、一方向に、まあ、これ、ズドーンと下落してますけども、まあ、こういっちゃうかもしれないし、まあ、戻ってきたら、その締めを、まあ、拾っていける展開っていうのが、一番狙いやすいですよね。ただ今ね、こういう、まあ、押し目らしい押し目が、まあ、なかなか来ないので、まあ、短期足レベルで、タイミング、まあ、重要指標とのタイミングを取って、まあ、こういったところとかね、押し目を見て、押し目が狙っていきたいなと。いったところだと思います。はい。そう、どうかな。またね、チャンスがあれば、リアルタイムで、意図をお伝えできればいいと思います。はい、それでは本日のお話は以上です。最後までご視聴いただきまして、ありがとうございました。